アートダイニングルーム。お、Thank you for holding door。はい、ありがとう。バーがあるってことは私も就職できるかも、ね、ダニエルはチーズスケーキ。ここにですね、これ長崎とかって書いてあるんですけどね、私が頼んだのは、フィッシュ&チップスですね。まあこういうのイギリスに行くようなことがあったら、まあ、将来あったらいくらでも食べられるんですけど、ちょっと今のうちに、まあ、食べ比べをしたいなと思います。でベバレッジのところコーヒーの下に酸化って書いてありますけど、これ今 Google で見たらカフェインのない、まあ、コーヒーっていうふうに書いてありましたね。はい、ではそろそろ私たちの番が来ますかね。ここでね、今食べてますよ。で、これリンカーントンネル、ニューヨークに通じているで、お店ね、この外で食べてます。コールスロフィッシュ&チップスです。ではいただきます。マスタード、 It's very good、 少し涼しく、 if you want to get coffee or tea again, then get tea. Oh, okay, yeah, sure. Whatever. このラッツハットっていう名前のレストランでございましたね。まあ洋風のものですね。でこれからホテルに戻ってお茶かコーヒーをいただこうと思います。まあ受付の人忙しかったらちょっとなんか悪いなとか思うんですけど、まあ、ちょっと聞いてみましょう。遠くに見えるのがニューヨークだそうです。で今回のニュージャージー行きは、私の用事じゃなくて、まあ、彼の用事なんですよ。で2泊3日なんですね。その、まあ、出かけるのがですね。で、いやこの200に、2泊3日が終わって帰ってくる頃にはですね、私教科書が届くの待っているんですよ。その例の、WSET、 あ、見える、あのワイン&スピリッツエデュケーショナルトラストって、まあイギリスの学校っていうか塾って言うんですかね、まあ、あのソムリエとかバーテンダーになりたい人の、まあ、あのオンラインのクラス、なんかあの、まあ、今私オンラインのクラス取ってるんですよ。で、まあ、あの今ですね、その郵便届くのがすごく遅くて、まあ、ニュースにもなってるんですけど、で授業が始まってからもう2週間、あれもしかして3週間経ってるんですよ。で教科書一応あの iPad でも見れるんですけども、こうピラピラと
つめくりたいなっていうのがあるんで、まあ明後日家に帰る時には教科書が届いてるといいなと思います。で、まあ、前回のクラスはスピリッツのクラス、スピリッツっていうと、ブランデー、コニャック、テキーラ、ウイスキー、ラム酒、そっちの、まあ、授業というか、まあ、習い事、あ、また出てきました、アメリカンドリームが。で、今、取ってる授業は、ワインのクラスなんですね。で、まあ、なぜかっていうと、うちの近所は、カクテルバーよりもワインバーの方が数が多かったんで、その、まあ、再就職ってほどじゃない、就職ってほどじゃないですけど、再バイト、あ、再びバイト、再バイトっていう意味で、まあ、アルバイトができるように、ちょっと準備をしておきたいなと考えてですね、ワインのクラスを取ることにしたんですよ。で、私は、まあ、ほとんど下戸、お酒が飲めない下戸なんで、そのテイスティングの宿題とか課題をするときに、口には入れるけど飲まないと。その口に入れるってパレートですね。だけど、まあ、飲まないと、まあ、その何でしょうね、酔うのを防ぐ、そのイントクシケーション、それを防ぐっていうことなんで、まあ、このテストも 70% 以上取らなくちゃいけないんでね。まあ、で、今度のテストはコネチカット州に行く必要がないんですよ。オンラインでテストが受けられるっていうことなんで、まあ、交通費を使わなくて済むのはちょっと助かりますね。はい、ということで、ホテルに戻ってお茶を飲んでちょっとゆっくりして、まあ、ちょこっとまあテスト勉強をもう、まあ、若干しようと思いますね。そのミニテストとかフラッシュカードとか、そういうクイズ形式のちょっとして眠るまで過ごそうかなと思います。はい、ということで、晩ご飯食べ終わって、まあ、またしてもフレンチフライをたくさん食べてしまいました。はい、ではおやすみなさい。お付き合いくださりありがとうございました。